どこもあるけんどちっくいな。はい、こんにちは。こんにちは。今日こちら何をされてます？今日はね、はい、よそじゃへえね、夏っ子が出荷が始まる中に、うちじゃ今息子に手伝ってもらって、ね、夏っ子の袋を取ったところで。ほう。ね、袋を取ると今度はシルバー敷くですよね。シルバーっていうのはこの反射板っていうのかな。反射材ですね。材を。はいはい。ね、それで昔はこうやってこの古いのをね、ずっとやって衣装乗っけたですよね。はい。今じゃね、便利でね。はい。タペックとか言ってね。はい。こういう風なものに変わってきてね。ほう。だからこのままバサッと置いとけば。はい。おお。ようなものに変わってきたですね。ああ、そうですか。まあ金はかかるわよね。ああ。それで今敷いてみてください。はいはい。ずっと。はい。大変なように見えるけど、うちのこれが大体全財産になるのかな。というところで、あとこんなことあげる方法で、これから天気が回復していただいて、はい、色がついていただければ、皆さんに美味しいものが届けるんですけどね、やっぱり糖度がね、太陽さんの光がないと思うようなね、甘い桃にならないですよね。ほう、不思議ですよね。そうですね。今こんな色をしてるでしょ。これが赤い色になるんですよね。はい、おお。あとどれぐらいですかね。1週間じゃないでしょうね。10日かかるでしょうね。あ、10日くらい。ああ、なるほど。うちのはね、はい、早いしはもう明後日からね、出荷だなんて言ってるでしょ。だから場所の利きです。というのはね、下がちょうどここまでとか50メートルぐらい差があるのかな。同じ山梨でもね、標高ですか。標高、はい、ここが300ぐらいですよ。300、はい、250ぐらいのところはもう明日か明後日出荷になるですよね。ああ、なるほど。だから桃なんかは敏感ですよね、そういうことのがね。ちょっとだから遅いとこと早いとこじゃね、遅い方の人は早い人が終わる頃出すだから、はいはい、いいねが取れんじゃんね。そうですね。そこら寂しいよね。はい。同じあれであったらね。はい。そんないうようなことがあるよ。はい。